黒田道博のレディオファントム。はい、皆さんこんばんは、黒田道博です。しばらく週一 TV ファントム始まりました。写真の上に写真貼ってる今日はですね、昨日トリプル X アバラやりました、あの国立音楽院、はい、まあ2日目、はい、で、今日はカンナマライブをやろうとしている、その前ですね、はい、いやー、まあ、あの学校なので、まあ、生徒さんもたくさんいて練習したりとか、ギターのメンテやったりとか、いろんなとこ工房があったりとかね、面白いんですけれども、はい、でその一室の何でしたっけ、チャンバールーム、はい、でございます。我が町池尻大橋がすごく素敵な町に見えますね、本当ね、ここはね、はい、あれなんですよ、夜とはねまたちょっと景色違うんですよ。うん、新宿の方が見えたり、東京タワーとかもギリ天気が良ければ見えるかなみたいな感じですけども、はい、それでは、今週のお題はですね、黒生黒ペ羽田リラン三昧の感想、そして昨日やりましたアバラトリプレックスの感想、来てるんですか、はい、でコンビニおにぎりおすすめ教えてください、これもいっぱいありますよね。あと上野動物公園行ったことある人教えて、おすすめポイント、あと普通おたもでございます。そらままちゃんです。ふつおた、はい、先日関西のお友達がライブのために上京してきた際に、お土産としてウイスボール、はい、いただきました。あと TV ファントムでクラさんがウイスボールを語っていた以降、そらがずっと食べたかったので、そらはめちゃめちゃ喜んで味わってました。味はもちろん甘じょっぱくて美味しかったのですが、小分けになっているサイズをもらえたので見た目も可愛らしく、親子でテンション高めでありがたくいただきました。ご当地ならではのものをいただけるのはそんなに機会がないのでとてもありがたかったです、ということですけども、はい、まあたまに行くとうまいわね、あれもね。僕もちょっと食べましたけども、あ、そうそう、言い忘れてた、いつぞや黒霧島に会う柿ピー我がちゃんに、はい、もらったんですけど、もつ鍋味の柿ピー食べたんですけど、そっと袋を閉じましたなぜかと言いますと、ニンニク食がすっごいのよ、うん、ニンニクのね味がね強烈すぎて、うん、なんかもつ鍋というよりニンニク味の柿ピーだったのでちょっとびっくりしちゃって、はい、閉じましたけどもね、嬉しいですよね、そういう友達が持ってきてくれるのは、はい、それではもう一個いきますか、連投の母ですね、はい、こんにちはと、連投の近況報告でございます。10月13日から行われた新人戦（目指せ県大会）は、ベストメンバーが揃わぬ状況で頑張りましたが、悔しさ残る敗退に終わりました。残念、でも頑張ったもんね。年内は大きな大会はもうないので、次までに体を作って体力、作って次こそは頑張ってほしいなと思います。あ、写真、あ、ちっちゃいのに、でこれが今、わお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 、男前ねえ、へえ、昔俺と写真撮ったレント君と今のレント君、ユニフォーム姿がかっこいい、はい。ところでリン君、シャトルランって知ってますか？こう行ってこう行ってこう行ってずっとやるやつでしょ、はい。いつ頃からか体力測定の必須科目になったのか分かりませんが、今は持久走ではなくシャトルランなんで、そうですと。でこの前初めて子供たちの練習風景を観覧することができたのですが、その際に保護者もシャトルランを体験してきました。辛いよこれ、めっちゃ辛いよ絶対。43歳頑張って20回でした。まあ大したもんだ。
顧問の先生で80回ほど、顧問の先生何歳ぐらいでしょうね、息子のレントは101回で辞めたんです、うん、練習の最後にやったので、子供たちはヘトヘト状態でやったのですが、子供たちの体力半端ないっすと。ちなみにレントの最高は130だそうです。すごいね、これ何分間なんだっけ。はい、ちなみに機会があったらぜひリンコもやってみてください。やりません、まあ、似たような感じのジョグはするときはありますけどね、うん、はい、また近況報告させていただきます。推進レント中任は160センチ弱、小さいですよ。あ、小さいの、うん、僕まあ言いましたけど高1で158センチなんでもう抜かれてますよ。だから大丈夫です。すんげえ伸びると思います。はい、ありがとうございました。それでは今日の1曲目です。粘膜です、どうぞ。
開いた体に全てを見せるから閉じ込めてくれ熱いな音楽真夜中に揺れた蜃気楼は僕らの熱が育ったね骨まで染み込んだ秘伝の痛みも癒してあげる青い咲き箱突き刺したことが響いてるあなた感じているこのまま怖いインスタイル太陽よりもちょっとだけ眠っててくれ聴いていただいた曲は粘膜でした。いいですね、生徒さんが練習してる音がちょっと漏れてくるのはね、はい。それではリランザンマイいろいろ、ね、感想いきたいなと思いますね。斉田ちゃんです、はい、ありがとう。黒玉生駒さんのファンの方に黒田さんだけをじっくり見てもらえるコーナーがなくなってしまったことはちょっと残念だなと思うけれど、一番好きなライブはコロナ以前の黒生ライブなので、生駒さんのコーナーや、黒田さんが呼ばれて登場する姿や何度も聞こえる拍手の音に元のスタイルに戻ったことを強く、ね、実感できて嬉しさ、ね、うるうるしながら当日は見てましたと。まあ久しぶりだったので、一回元の形にしたいなっていうのもあったりとか、あとは昨日だったらまあ、配信ずっとやってて、まあ、あんまり僕本ステージ終わってアンコールいただいてもはけることはしなかったけれど、昨日はあえてちゃんとはけて元の形、うん、ちゃんと皆さんから拍手をいただいたりとかっていうことをしたかったんで、まあ、これからそういうことをちゃんと、まあ、してまた徐々に変わってくるとは思いますけれどもね、はい。そうです、ごぞごぞ落としてますけど、大野さんが今写真プチ写真展的な用意を急いでしてるので、はい、そういう時は大体僕一人で喋ってますのでね、はい、多分途中で一平ちゃん来ると思うんですけど、はい。黒生も黒田さんのソロも今まで配信ライブとリランをずっと続けてくださっているおかげで993日ぶりの復活を見ることができたし、翌日だったけれど生駒さんの誕生日をお祝いできて、18日は22周年を祝いできて幸せでしたと、はい。音屋さんでいちご泥棒はどんな感じにするって黒田さんと生駒さんが話した時に、生駒さんがノリで弾いたメロディーが洋楽のハードロックみたいなので、それが超かっこよくてそれがいいと思っちゃった人なので、完成したいちご泥棒を初めて聞いた時はあまりにも可愛らしさにちょっとクラッとしたけれどでもその方がらしいよねって思ったし、クラップを覚えて歌詞を書き出して何回も聴いていたら大好きな曲になりました。よかったよかった、また配信でいちご泥棒を聴けたらなと、はい。あのね、実はね一回ね違うデモ上がってきたんですよ前に。まあ別に俺がその後いちご泥棒を作るかどうかっていうのを置いといていい、あのこうちゃんがいちご泥棒という仮タイトルでちょっとロックっぽいのを来たんだけど、またそれもちょっと違うなと思って、うん、で持ち曲ボーイだとかサブリナだとかまあいろいろ考えてバランス見た時に、まあなんか楽しい方がいいよ絶対、まあ、なかなか黒生もできてないし、配信とかでも乗りやすいようなやつの方が絶対いいんじゃないか新曲はっていうふうに言ったんですよ、ね、で出てきたのがあれだったので、あいいかなと思って、ギターソロも本当は入ってたんですけどなしにしてクラップがいいよっていうことで作り直してもらったりとかしたので、はい。かなちゃんですね、平日は普通に仕事だったのですが
なんだかんだ全メニュー参加してしまいました。ありがとうございます。昼間にやったクロペが印象深いです。リアルでも配信でもライブは夜の印象が強いけれど、最初の頃のぼっちライブを思い出しました。天気が良かったので後半は近くの公園に移動して参加です。贅沢な時間をありがとうございましたと。黒生の日は朝早くて配信が遅めだったのでうとうと知ってましたっていうのは内緒の話。まあ時間もね、まあ、平日だったら皆さん仕事終わりに見ていただくようにちょっと遅めにはしたりとかで、休みの日土日とか週末はね、まあ週末仕事の方もいらっしゃいますけれども、ちょっと変わった形で夕方とかも面白いだろうなと思いましたし、と言いつつ実はですね、僕次の日4時出だったので大野さんちょっとごめん、ちょっと早めにリラン行けるかなって言ったら、めっちゃ早かったのでびっくりしてまあそれぞれで楽しかったです。はい、ありがとうございます。それでは、おお、昨日のことなのにアバラトリプレックスの感想結構来とりますわ。はい、まあこの会場でライブやって帰って寝て、あ、ちょっと録画見たりとかして、で寝て起きてまたここにいるっていう。はい、ミカリンです。ありがとうございます。ハッピーハロウィン。あばらトリプル X お疲れ様でした。ものすごい充実感、楽しいって頭が思う前に体が勝手に楽しんでました。盛り上がりすぎていろいろ覚えてないけれど、黒田君の顔は良かった。マジいい顔しすぎ、心臓がワオワオって何回も言ってたもん。声に出ちゃってたらすいません。また次回も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。あのね、そうですね。まあ、笑っては楽しいって言って笑ってたところもあるでしょうけれど、やっぱ申し訳ない。ほんと決めに行きました。昨日は。うん、これこれと思って、俺のやるべきことはこれだってこうなんかいうモードで行ったので楽しかったです。はい、さとちゃん、やっと見れた、ほんとめちゃめちゃ楽しかったですと。久しぶりすぎてスピーカーからの音に耳がやられるかと思って一番前だもんね。これだよこれな、サウンドにドキドキワクワクしょうがなかったと。エレキ最高やで。そして最初の MC で話し始めた黒田さんが本当楽しいんだろうなって顔してて、それがたまらなく嬉しかったですと。またやってほしい、ツアーもやりましょう。オーラスは大分でその後は温泉でからといいねいいね、イベントひっつけますか我がちゃん大分に温泉イベントからのあばらユフィンユフィンで、チャッピーもまたいつかステージに暴れてくれるといいですよね。まあまあそれはね、そうですよね、僕も願ってますけども。はい、斉田ちゃんですね。オープニング祭りの音が小さくて坊主からヘッドホンに変えて聞いてたら、突然馬場さんのコーラスが黒田さんの歌声をはるかに上回る音量でくっきり聞こえて、いろんな意味でビビりつつあわあわ、初めの虚数曲はちょっと笑っちゃいながら聞いてました。リランどんな感じに聞けるのかな。はい、ですね、まあこの会場自体も初めてだったので、僕らも音のバランスとかも、まあなんかシステムも新しくしたので、ここのスタッフさんとかもなんか不安げな感じだったんですけど、まあ予期せぬことというか、まあ謎が解けてない状態だったんですけど、後半徐々に回復していって調整できたので、まあリラの時は違う音源使いますんで、はいね。そしてクロペのリランの時のもうすぐインパーフェクトの電光石火の空手ポーズできるなと楽しみに、ドクヤさんのコメントを見た時にどんなだっけと思ってミュージックビデオを確認して、ミュージックビデオのクロヤさんの真似で右手を突き出すのをこの日までずっと繰り返してやってたら、この日のクロヤさんは左手を突き出して細かいどっちの手って特に決まってなかったんですね。空手はこうでしょう、正解ですから。
僕ね、あの今回ね、あのアバラに関してもですけど、トリプル X だとか過去の自分の映像だとかパフォーマンスに関して一個もチェックしてないんですよ。もうそのいいやと思って、すごい自分なりに練習したんですよ。その、練習して、でその中で、まあ、イメージトレーニングとかもしつつ、あとはやっぱ MC でも言いましたけど、ひらめいちゃったとか、まあ、僕はよく胸で言うんで、胸の中で自分で言うんですけど、きらめきよひらめけって自分でステージ上がるとき言うんですけど、まあなんか決まったことをやることも大事だけど、その瞬間思いついたことをやると本当自分が乗ってくるんですよ。それね、昔からそうなの。アイスマンの時からみんなあれ決まった、まあもちろんダンスとかいろいろ決まってたものはありますけれど、フリーの状態の時の俺のなんかしゃがんでこういうパフォーマンスとか、あんなもん本当俺がひらめいたものをやってて、それがちょっと演出っぽく見えてるような状態なので、だから今回もそんな感じ出ればいいなと思ったし、なんかワンエンドとかもいつも歌う感じとはちょっと違うのでもやれたし、よかったですよ。はい、今までのインザワールドを歌う黒田さんのことをあまり覚えていないのでごめんなさい。僕もです。昨日やるにあたって一番ダメ覚えてなかったのはインザワールドなんで、もう一から叩き込みましたけど、噛みついてやるぜの歌詞の時に指を閉じたり開いたりする姿に前からやってたっけとかやってました。僕覚えてます。だってあのいつぞ言いましたが、超お腹が痛くなった時があって、めっちゃ痛い時にインザワールドだったんですけど、お腹痛いって思いながらこうやってたの俺覚えてる。やってました。TOKIO の振りがちらつくとか違います。TOKIO はこう。はびこる退屈噛みついてやればこう。なんか可愛くて好きってなって、私的にシーンはここでしたと。2年前の毛布の時の瀬戸織は同じでも全く違うライブになってて、配信組でもバッチリ楽しかったです。ありがとうございます。まああの同じにした理由はですね、本当、まあ、MC で言ったから、ここでも言ったっけ、ちょっと覚えてないですけど、あの毛布ラストっていうことで、まあ皆さんが来ない来れない状態の中、まあ本当はねやれなかったっていうかやれなかったと思うんですけど、でもラストだったので、じゃあ一回もうオーラスやってやろうぜっていう、もうこのその時のマックスのいい状態のトリプル X アバラをやりたいなと思ってメニュー出して、僕もそのライブをやって配信慣れみたいなことがちょっと感覚的につかめたので、でそこで、まあ、あの完成されたものをちゃんと皆さんも配信でパソコンだとかスマホでしか見たことなかった、感じたもの、そこしかなかったものを生で同じ空気の中で同じ場所で、堪能するのがいいかなと思って、おはよう、おはようございます。まあいいかなと思ったのでね、はい、もう全然違いますよ、はい。羽田みつんちゃんですね、ありがとうございます。トリプルエクサバラ感想です。リン君こんにちは。待望のトリプルエクサバラ、やっとやっと参加できました。待ってました。ライブ自体に参加するのが2年ぶりぐらいだったので、前日までテンションの持っていき方が分からずでしたが、いざ始まったら楽しいわ、これだわと徐々に感を取り戻し、最後はあもう一回続けてやれるわ意外と私まだ大丈夫だわと思いました。はい、暴れ飛びまくらせていただきました。楽しかったです。目の前で見えるリアルはやっぱり何にも変えられないし、参加できて嬉しかったです。インパーフェクトやるとは思ってたけど、聞けてよかった。暴れの中でも一番好きな曲ですと。帰りにこれ明日は首が筋肉痛だわと思って寝たら、やっぱりでもこれ含め暴れのライブですよね。リン君大丈夫かしら。全然大丈夫です。
昨日は久しぶりすぎて興奮して寝れん状態でした。とてもいいライブでした。ありがとうございました。僕ねカクーンって落ちましたもん。興奮してたんですけど、はい、頻繁には行けないですがまた遊ぼうねと。久々のリランさんからこちらもワクワクドキドキ楽しんでますよろということです。はい、ちょっとまだありますが、ではでは、曲2曲いこうかな。いっぺちゃん、昨日のライブから放送しますが何がいいですか。あばら、じゃあインパーフェクトで。インパーフェクトいきますか。ちらっと見たんですけど映像、音直します。しっかり桃屋が映ってたんでインパーフェクト。桃屋映ってた。こうなってたん。なってました。はい、じゃあその桃屋インパーフェクトと今日のライブからはちょっとまだあれなんで何かです。どうぞ。
心に積もって
はい、聴いていただいた曲はあばらで桃屋と、何かでした。ありがとうございました。引き続き感想です。あやちゃんです。トリプル X あばら、ライブ後の疲労が嬉しい。楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。何がどうっていうか、もうとにかく楽しかった。ちゃんと感想になってないけれど楽しかったです。特に後半でリン君がめっちゃ笑顔で良かったです。もちろん66でも羽田でも下北でも配信でも笑ってたけれど、それとは違っていて、それよりもっと久しぶりに見たって思うくらい、前回の笑顔でめっちゃ嬉しくなりました。ありがとうございます。僕正直あんなたくさん来ていただけると思ってなかったので、ですごい久しぶりにね会った子たちもいるから、まあそれですごく嬉しかったっていうのもありますし、みんなあと、まあ、トリプル X アブラ待っててくれたんだなとかさ、あとやっぱみんな本当好きなんだなっていうのを改めて感じれたので、まあ必ずまたやりますよ。はいはい、ほくろちゃんですね。楽しかったです。楽しそうな顔で歌ってるクラスさんを見てると伝染しますね。いやそう、まあ楽しい、もう最初の俺のキメキメの方を褒めてくださいよと。笑顔はいいよ。どんな乗り方してたっけと、体から抜けてたり四十肩なので腕が上がりきれなかった、鉄板したらフラフラになったし、確実に年齢に負けてましたが、終わった後はすがすがしく、もう一組あってもいけたかも。無理無理。恐ろしいことが口から出るくらいでした。他にもエレキを持って伊平さんの色っぽい流し目拝めて大満足でした。またぜひ見たいです。ありがとうございます。まあね、楽しかったよね。六本木とかでモフでやってた時もそうですけど、後半になって、まあ、体力も落ちてくるんですが、気力はすごい増すんですよ。でオラオラ系になってって、まあそういう状態になると、なんていうのかな、例えば歌詞間違えるとか、そういうダメなんですよ、ダメですけど、そんなところに行かないんです。もうなんか自分が無敵になるんで、だからまあトリプル X アバラはやっぱそこに僕も行くので、最後のスウェーゲームなんてものはね、もうなんか昔のこともよぎりましたけど、おれやーってもうほんとそれだけだったんで、もう上手い下手とかじゃないからね、ああいうの。かなぶんぶんちゃんですね。はい、あばらトリプル X のお知らせが出た時、正直配信と思いましたが、有観客と知った時には嘘でしょ、本当ありがとうって思いました。そして本当に久しぶりのライブ始まるまでの会場の雰囲気も期待に満ちた感じでした。ライブは大満足でした。バンドで聴く黒田ソングも当たり前ですが、トリプル X です、そうそうこんな感じと楽しかったです。久しぶりにはしゃぎました。かっこ私自身あんまりはしゃぐことがないししないもので、ぜひ地方もですが、またこの会場でもぜひお願いしますと。ニヤニヤが止まりません。そうですね、僕らの新しい基地、僕もまあ基地とか言いながらも実際やってみないとね、本当に基地になるのかも分かりませんでしたし、で昨日やってみたらすっごい、バビちゃんとも言ってたんですけど、普通にいい小屋だよねっていう、照明もそうだし、あとスタッフの方、まあ僕もちょっと大人になったなって昨日思ったのは、 PA さんここの会場の方で、僕も初めての場所だったし初めての人だったので、なるべくこう不安材料を減らしたいっていうか、コミュニケーションを取りたいっていう部分で、あんまりしないですけど、こう PA さんとかと話しかけたりとか、そういうのをしつつで、まあ照明なんかもう僕の無敵のチーム黒田の照明森さんなので、もうその辺は安心してましたけども、まあ、素晴らしい会場でしたね、ほんとね、またさせてください。で PA さん、帰りに PA さんにありがとうございましたっつって、またここでさせてくださいねって言ったら、なんか、あ、呼ばれればいつでもって
ってなんかすごい凍えてでヨッティがあのリハ終わってから本番までの時間とかにその PA さんとすごく仲良くし、まあ、ヨッティすごい喋り相手探してるから、もう大野さんも若ちゃんとかも忙しかったので、そしたら私その PA さんとヨッティ見つけたみたいな感じでもう狙い定めで喋りに行って、で楽屋ヨッティがうちのとこ来たら、ヨッティさすがだね、喋り相手でよく見つけんねって俺が言ったら、いやなんかあの子ねすごく不安がってたから大丈夫だよ大丈夫だよって言ってあげたんだよって言って優しい、はい、じゃあ最後、これは、舞子ちゃんでいいのかな、はい一番前のど真ん中に見上げていたのですが、照明がすごすぎて、神降臨したかと思いました。神々しすぎて何度も本当、ね、帰りの音楽院の生徒さんたちが入り口の看板を見て、アバラトリプル X ってどんなんだろうねって話していて、すごいことやってたんだぞって心の中で思いながら書いてました。印象に残った場面、決め顔じゃない笑顔、あ、そうなの、やっぱりこぼれる瞬間が何度もあってとてもいい表情だなと思いました。クヨさんメッセージを、新たな場所でいつもの仲間と音楽を楽しめる喜びをかみしめてましたと。昔の曲でも色褪せないどころか新しい感じさえするのはきっと演奏する皆さんの技術の賜物なんだろうなと思いました。ありがとうございましたありがとうございます。だからね、本当あの色褪せないっていうところで言えば、全曲まあその当時はいろいろ自分の好みも ありましたし、皆さんも好みあっただろうし、で時を重ねて皆さんも好み変わっただろうし、俺も変わっただろうし、でまあアコースティックライブね、ABC もそうですけど、やっぱりいろいろな曲をやってるとやっぱ全部好きだなっていうのと、あと全部作ってよかったなって思えることがあるので、ライブやってると。で今回なんかもあれですよね、まあ新しい曲はなかったですけど、特にまあ印象的だったのは、まあ、ソエゲンもそうですけど、僕ボルケーノを歌うとオケでやっぱね、戻るんですよ当時の自分に、うん、昨日もそうでしたし、うん、だから俺ができること、俺がやるべきことはこれなんだっていうことをね、さっきも言いましたが、そう思わせてくれる、はい、曲だったので、はいね、じゃあボルケーノにしようかな、小野さん曲、はい、あの歌詞付きあるっけ、はい、じゃあまたね、いつもこの M4 あたりは歌詞付き曲なので、ボルケーノ聴いてください、どうぞ。焦って読めずに見逃した今度嘘、不自然な結末に涙すら折れ出る若さゆえに傍観者、挟まった末は逃亡者、問いただす敵の時間の子は執着れず、なけなしの希望に託した女神さえ街角祈る罪を犯しても、水の車
はい、聴いていただいた曲はボルケーノでした。それではコンビニおにぎりね、行ってみましょう。アイリンちゃんです。はい、コンビニおにぎり、私は断然セブンイレブン派です。と、基本梅干しとツナマヨを買うのですが、羽田ライブによく行くようになってからは、帰宅してから夜食用に行きの段階で羽田空港のセブンイレブンでおにぎり買っておくようになりました。そして最近セブンイレブンでは海苔のついてない丸い形のおにぎりが売っていて、私はおこわけおにぎりにハマっています。あれいいですよね。俺も海苔ついてないやつ結構買いますね、うん。で、皆さん、あの、いろんないろんなファミリーマートってなんだよコンビニおにぎりありますけども、あの、封の開け方と封の中身のシステムがコンビニによって違うじゃないですか。僕セブンイレブンね、じゃファミリーマートだけあんま頼ま買わないんであれですけど、ローソンは結構やりやすいんですけど、あ、ファミリーマートの方があんまりこううまくできないの、俺、うん、開封できないというか、はい、はい。かなちゃんですね。コンビニおにぎりデビューしてきました。あ、したことないよ。え、デビューというのは嘘で、なんだ、あ、うん、誰かがまとめて買ってきてくれたのを煮て巻き巻きして食べたことあります。自分で選んで買うのが初めてです。定番の具以外のものがこんなにいろいろあるのかとなり、超異色のチャーハンとスパムおにぎり、あ、スパムおにぎりはね、いいですよね。おすすめということではなくなりましたが、スパムおにぎりはハワイというよりアジアに行ったような気分になりますという、はい、あれいいですよね、スパム。佐藤ちゃん、はい、よく好きで買うのが鶏五目。あ、封を開けた瞬間の醤油ごぼうと、醤油ご飯とごぼうの匂い。お、あと何気に買ってしまうのが成分の塩むすび。あ、これ好きな人いますよね。具が何にもない、海苔もない、ただの白飯、これがたまらなく、はい、美味しいと、むしろ鶏五目よりもおすすめ。はい、その白飯に桃屋のご飯ですよけるとね、まあ、だったら炊いて握ればいいじゃんって感じですが、塩加減が絶妙なんです。そうね、はい。大野さん、ずっと前から赤飯が一番お気に入り。ああ、赤飯ね、おこわ好きなので、季節物で山菜おこわや鶏蒸し系があると。あ、技術も結局シンプルな薄味の赤飯が一番好きという。僕、あれですね、まあ、あんまりどこのコンビニがいいとかあんまないですけど、基本的には、まあ、昔はシーチキンとか好きでしたけど、今もう昆布とかだよね、俺ね、うん。あ、じゃあ今度ちょっと塩むすびとか、そういうシンプルなおこわけも僕も好きなんです。じゃあラスト、上野公園行ったことある人、なんか教えてくださいということで。まあ、リプンちゃんです、こんにちは。上野動物園に、行きやすい場所に住んでたので、5年前まで結構通いました。好きなのはゴリラコーナーを、様子を見ていると、飽きないですと。全く動かない動物もしばらく待っていると急にアクティブになったりするため、急いで回るとどの動物も全然見れなかったとなるので、気になっている動物をじっくり見る方が好きですと。なるほど。西へに移動するイソップ橋は絶景ですよ。うん、なるほど。まあ、あのイベントでやるのでね、移動しないわけにはいかないんであれですけど、ちょっとゴリラ気になりますね。はい、ラスト、さとちゃんですね。上野動物園のおすすめ、ちょうど12年前開園130周年の時に桜を見に行ったついでに入ったのが一番最近行った上野動物園のようです。なのでおすすめと言えるほどのプレゼントはできないのです。あ、プレゼンね、はできないのですが、動物園にしかない動物がいくつかいるみたいなので、そういうのを回って見てみるのもいいかなと思います。あと個人的に好きなのがマヌルネコ、夜行性なので寝てるかもですが、マヌルネコ、マヌルネコ、はい、
本当なら動物園内も走るモノレール一番おすすめしたいところですが、東京都交通局運営の日本で最初に開業したモノレールなのですが、休止してしまって今は走ってません。はあ、そう。また黒田さん的にあまり乗りたくないやつでしょうけど、多分ね、うん黒田さんとはケアンズでハワイで一緒に動物園に来ましたが、まさか日本で行けるとは記憶のない小さい、頃に何回か、ね、行っているようですが、あまり覚えてないので今度は記憶に刻んでおこうと思います、ということでありがとうございます、はい。まあ僕もあれですね、大人になってからちょっと動物園ちっちゃい時も行ってましたけども、大人になってから、まあ、宮崎とかもそうですけど、なんか見てて面白いですよね、動物の生態見るとね。あとはテレビで結構動物の番組多いっていうのもあったりとかして、それでなんか可愛らしいなってやっぱ昔よりすごく思うようになりましたよ。はい、はい、ありがとうございました。で次回の放送は10月30日。もうイペちゃん今年終わるぜ。もう終わりますね。終わろう。はい、でお知らせはですね、今週中にハピバ撮ります。あ、そうだ、あのハピはもうダイジェストみたいなんで言っちゃってですか今まで。ダイジェスト決定結構やったよ、あ、本当。で TOKIO 2DAYS 11月11日12日1日目は TOKIO タワーの裏で、ね、ライブを行います。ぜひ来てください。そして2日目は東京、上野動物園デビューということで、みんなでイベントします。で、アッピーやスタジオ観覧、11月2日ババ三宅で、12月6日がババエグッサで、クリスマスライブも準備中でございます。で、来年2月11日金星旅館アコライブ決定しましたので、お昼の時間帯にありますのでぜひ遊びに来てください。はい、ライブの次は、スリルバカンス京都道さんの親孝行という題しまして、うちの親を筆頭にうちの母親が司会進行をしてくれる、嘘ですけど、はい、チラシもできましたので、楽しみですよ。まあ僕せいぜい知ってるのは本当嵐山ぐらいなので、その他ってじっくりで観光したこともないですし、まあちょっと一から歴史を勉強しつつ、はい、ね、皆さんと一緒にイベントをやるともっと楽しいんじゃないかなと思いますので、まあ母親もどっかで来るんか分かりませんが、はい、ね、まあ親孝行。皆さん協力してください、どんな旅になるやら分かりませんが、ということで今週もありがとうございました。そろそろ一平、ちゃんとちょっとリハをしたいなと思いますんで、お相手は黒田道博でした。ではラストの曲はですね、じゃあレインボーラバーズです。また来週、バイバイ。
世界のあるべき姿へと綺麗な空を独り占めしてみろ。君と同じ明日を迎えるため、だとて言うと決めて